どうもセリカスイミングのセリカです。本日はクロールが全然進まない人の特徴を4つご紹介していきます。それでは行きましょう。6月の29日土曜日11時から12時であなたの泳ぎ撮影しますのレッスンを行います。撮影してほしいという方はぜひチェックをしてみてください。まず1つ目が下半身が下がりすぎているクロールです。これは結構自覚できるパターンが多いと思います。なんかなんとなく自分の足が重いとかキックが全然打てないとか、これは結構分かってる方は多いですね。大抵のフォームの悪さとかっていうのは水泳って自分自身を見ることができないので、まず自覚ができていないことが多いんですけど、これに関しては思う方が多いです。でクロールの進まない原因で一番多いのがこのパターンです。なのでまずは腰を上げる、それが一番難しいんですけど、どうやったら腰が上がるかっていうのはいろいろ対策はあります。もっと前かがみで泳ぐとか、下に向かって泳ぐ、あとは顎を引く、おへそを見ながら泳ぐ、キックをちゃんとまっすぐ打つ、あとは手の入水でちょっと下めに深めに入水をするとか、いろいろやり方はあるので、私の過去の動画を見るでもいいですし、自分の感覚に頼るでもいいので、まずは一番良くないこの原因を直すところから始めてみてください。結構足引っ張ります。続いて2つ目の理由がバタ足が大きすぎるです。これも結構ありますね。みんな頑張っちゃう、手も頑張る、足も頑張る、息継ぎも頑張るみたいな、それが全部揃えばクロールはうまくいくんじゃないかって考える方は結構多いですけど、バタ足は何年も水泳をやってきた身からすると頑張っても進まないです。でそれが初心者であればあるほど進まないです。まあ、上級者はちょっと工夫をしたらプラスに働くパターンもありますけど、大抵ないです。で頑張れが噛んじゃった、頑張れば頑張るほどむしろ足を引っ張るものでもあります。体力すごい使うし、その癖進まないし、抵抗も大きいし、だから頑張らないでください。バタ足は本当に最低限でちょうどいい、水しぶき上げないぐらいがぴったりだと思います。やってみてください。続いて3つ目の理由があまりにも手で水をかけてなさすぎるです。みんな結構軌道に注目しちゃうんですよね。 S字とかまっすぐ書くとかありますけど、それ以前の問題、軌道を良くしたからって水のつかみは良くならないです。感覚の問題なので、まずそういう方がやるべきこととしては、これはちょっと上級者寄りだけどパドルをつけるとか、今私これプラスチックのパドルでやってますけど、ゴム製とかシリコンのものもありますので、それだったらどこでも使えます。まずはちゃんと水をつかんで泳ぐってどういう感覚なんだろうなっていうのを身につけるために、ちょっと道具を使ってみてください。あとはもう超基礎、もう初心者入門から
本当はやってほしいのがスカーリングです。もうこれは水泳で一番最初にやるのは浮くところから始めると思うんですけど、その次に私は重要だと思ってる、だからその次に入れるべきものはスカーリングだと思ってるぐらい重要です。これができる人は軌道とかあんまり気にしないです。で、あと軌道を気にしたとしても自分で自由自在に操れる。ゆっくり泳ぐときはこの軌道、早く泳ぐときはこの軌道とか。まずはスカーリングやってみてください。続いて最後4つ目が、呼吸の回数が多すぎる。これはあるあるなんじゃないかな。まあ、息って苦しくなるけど、水泳そもそも苦しいのが普通。まあ、日常生活で言ったらずっと呼吸してるので、それにできるだけ近い息継ぎの回数で言ったら2回に1回が近いですけど、その分抵抗はものすごく多いし、息継ぎしてるってことは結構バランスが崩れる。で、あと呼吸をずっとしてる状態なので体幹に力が入りにくいです。息を止めてると体幹って結構入りやすいんですよ。腹筋とかよく言うじゃないですか。なんかクロールでなんか腹筋を使う感覚がわからないとか、骨盤後傾ちょっと猫背にして泳いでる感覚がわからないっていう方は、息継ぎをしすぎているっていうことも一つの原因なので、ちょっと回数を減らして泳いでみてください。ということで、以上がクロール進まない方の4つの特徴でした。当てはまる方はぜひ対策して進むようにしてみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。